皆さんこんにちは。今日はコールズで 3,4 日分の買い物をしてきましたので購入品紹介をします。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。3日分の買い物をしてきましたので何を買ってきたか紹介していきます。まずは冷凍品からいきます。冷蔵冷凍と言いながら1番目はこれ、ミニペーストリー5パック5個入りですね。カイトのランチ用に買ってきました。コリアンダー、日本語でパクチー。これは今日生春巻きをしようと思うのでコリアンダー買ってきました。次はハム、暑い日が続くので冷やし中華を作ろうと思うのでハムも買ってきました。クランペットというパンケーキみたいなパンです。上に気泡がいっぱい開いてて、これはなんと糖質ほぼゼロ、ローインシュガーなので低糖質なパンです。これをカリカリに焼いてマーガリンかバターを塗って蜂蜜かベジマイトを塗って食べると美味しいので買ってきました。これもカイトのランチに使えるのでまたランチに入れたいと思います。でミニトマト、トマトはサラダに使ったりキッシュを作ろうと思っているのでその上に乗せるようにも買ってきました。次はこれ、スイカ8分の1です。2、3日暑い日が続くのでランチ用のフルーツに買ってきました。で次はプロン、なんでこれ、グランマズプロンハーグっていうなんかヤムチャ系のもの。これはただ蒸して食べるだけだと思うんですけど、これも冷やし中華の時に一緒に出そうと思って買ってきました。でこれはサラダパック、エイジアンスタイルって書いてます。でこの中にドレッシングとトッピングのポッキーのチョコがついてないところみたいな細いやつが入ってます。でこれは生春巻き用にいろんな野菜が取れるので、これで生春巻きを作りたいと思います。で次がこれ、ハッシュブラウンです。カイトが好きなのでカイトのお弁当に入れたり朝食に出したりします。おやつ用にアイスクリームを買ってきました。これを冷凍庫に入れとけば勝手にカイトは自分で入れて食べるので冷凍庫に入れておきます。で次がこれ、はい、これがハニーソイソースに使ってるウィングです。これをオーブンで焼いて食べます。ウィングじゃなくてドラムでも良かったんですがウィングしかなかったのでウィングを買ってきました。はい、以上が冷凍品、冷蔵品です。ちょっと先に片付けてきます。はい、では次は冷蔵品以外のものをご紹介します。まずはこれ、はい、これが2個で5ドルだったカントリーのおやつ。このチーズボールはうまい棒のチーズ味に似てます。はい、でこれはゴミ箱用の袋2つ。はい、きゅうり、大きなきゅうりを買ってしまうとどうしても残って液状化しちゃうので小さなきゅうりを使い切りにします。でこれは春巻き用のスイートチリソース。バナナは日本のように袋に入って販売されてないので大きな房から自分の好きな数だけ取ったりとか好きなバナナを選んで買います。生春巻き用に買ったカシューナッツです。とティッシュペーパー、この小さいのは車用のティッシュペーパー、車に置いておきます。とハンドソープ、これはジャパニーズチェリーブロッサム、桜の匂いのハンドソープです。本当は詰め替え用が欲しかったんですけど売り切れになってたので2本セットで売ってたので2つ買ってきました。で卵12個入り、卵を買うときは必ずお店で開けて一つ一つ割れていないかチェックして、浮いたら卵は割れていないという証拠なので割れていない卵を買います。普通に卵は割れたまま売ってます。なので欧米で買うときは気をつけてください。それと最後はこちら、はい、最後はこれ、食パン。食パンのサイズはサンドイッチサイズで2斤入っています。はい、それとここ入って20パック入ってる小袋のお菓子です。これもカイトの学校のおやつ用に買いました。これは全部カイトが食べれるのでいつも大体これを買います。はい、以上3日4日分ぐらいの食費と雑費で97ドル75セントでした。これがどれかのお役に立てればと思います。また購入品紹介していきます。それではまたねー。